アイコ、今日何時に帰ってくる？ちょっと話したいことがあるんだけど、今日は残業も飲み会もないから、駅前で鉄平と待ち合わせて、買い物してから帰ろうと思ってるけど、お姉ちゃんどうかしたの？そっか、鉄平くんも一緒なのね。お母さん最近寒くなって足が痛いって、あんまり外に出られてないじゃない？だから私たちで買い物して帰ろうと思って、お姉ちゃんも仕事忙しいみたいだし、最近は帰るの遅くなっちゃうからね。土日出勤もあるし、家事とか買い物、愛子と鉄平くんに任せっきりでごめんね。実家に住まわせてもらってるんだからこれくらいね。でも、もともとお父さんが亡くなって、お母さんと私だけで実家を維持するのも大変だからって、愛子と鉄平くんに同居をお願いした側だから、あんまりおんぶにどっこも申し訳なくてね。鉄平が同居に二つ返事で OK してくれてありがたいわ。お姉ちゃんもお母さんもいろいろと気遣ってくれるし、今後私たちに子供ができたら家にいてくれる。お母さんと一緒に生活できるのは心強いわよ。妊娠したの？まだよ。でも私も鉄平も子供好きだから、早く欲しいなぁとは思ってるわ。そうだよね。お姉ちゃん、どうかしたの？あのね、愛子と二人っきりで話したいことがあるの。何？でも家だとお母さんも鉄平くんもいるし、何？なんか怖いんだけど、まあもしかして恋人できた？っていうか結婚の話とか？そういうハッピーな話じゃないのよ。ますます怖いんだけど、本当にどうしたの？話は聞くけど、家だと話せないんだよね。本当は面と向かってちゃんと話したかったけど、仕方ないわよね。このまま LINE で話聞いてもらってもいい？うん、今は昼休憩だから時間もあるし大丈夫だけど、あ、電話しようか？電話だとうまく伝えられるかわからないし、愛子の声聞くと話せなくなりそうだから、このままで。うん、わかった。どうしたの？あのね、お姉ちゃん妊娠したの。え、妊娠？嘘、すごいおめでたいことじゃない。え、おめでとう。めでたくなんかないのよ。どういうこと？ね、お姉ちゃん、まさか変な事件に巻き込まれてる？なんかあったの？本当にごめんね。お腹の子の父親、てっぺくんなの。てっぺが父親？ごめん、待って、意味がわからない。一から説明して。一体何？お腹の中の子、てっぺくんと私の子供なの。違う、そんなの聞きたいんじゃない。一から説明してよ。どういうことなの？てっぺ、お姉ちゃんと浮気してたの？それでお姉ちゃん妊娠させたの？違うの聞いて、アイコ。何が違うの？浮気なんかじゃないのよ。子供のこと、てっぺくんは何も知らないわ。本当に訳がわからない。あのね、需要って話すわね。2ヶ月くらい前に、愛子出張があったでしょ？珍しく泊まりの出張。うん。体調崩した後輩の代打で行ったやつね。その時、てっぺくんが忘年会だって、珍しく会社の飲み会に参加してて、それは私も覚えてるわ。記憶が曖昧になるくらい珍しくお酒をたくさん飲んだって聞いてたから、その飲み会で酔いつぶれたてっぺくんの同僚から家に電話かかってきたの。緊急連絡先、あなたの携帯とうちの家電を登録してたでしょ？それでうちにかかってきたんだけど、その時たまたま私がその電話に出て、泥酔したてっぺくんを迎えに来てくれってお願いされたから、車を出したのよ。それは初耳。その時点でてっぺくん泥酔してて、記憶が曖昧なんだと思う。それで？それで、迎えに行って、お酒の勢いっていうか、それでそのまま。待って、つまりそれって、泥酔した鉄平がお姉ちゃんと？多分酔いすぎて、愛子と勘違いしてたんだと思うの。だから浮気じゃないわ。なんでそんな大事なこと、今まで言ってくれなかったのよ。実の妹とその夫よ。私だってまだ実家に住んでるから、毎日のように顔を合わせるし、このまま私が黙ってれば、今まで通り平和な生活を送れる。だから黙ってよって思ったの。そんな、信じられない。本当にごめんなさい、愛子。私が非力なばっかりに、お姉ちゃんの言うことが本当だとしたら、たとえ酔った勢いとはいえ、そんなの許されることじゃないわ。最近体調悪くて、病院に行ったら妊娠してるって言われて、私に彼氏なんかいないし、このまま黙ってることもできないって思って、愛子に相談したかったの。でもね、私この子を産むつもりはないのよ。え？産むつもりはない？私、愛子も鉄平くんも好きだから、二人の関係を壊したくないの。このまま黙って一人で全部終わらせようと思ってたけど、手術って意外と高くて、その、こんなこと言えたギリじゃないけど、少し鉄平くんに援助してもらえないかなって。っていうか、もし本当なら慰謝料だって払うレベルの話だよ。私は鉄平のことを信じたいけど、お姉ちゃんが苦しんできたと思うと、正直どうしていいかわからない。愛子、ごめんね。
お姉ちゃん、このことちゃんと話し合おう。妊娠したって証拠を鉄平に見せて、ちゃんと三人で今後どうするか考えよう。妊娠したって証拠？診断書とか病院に行ったんだよね。妊娠してたら母子手帳もらうとか手続き必要だよね。あ、産むつもりなかったから、そっか、お母さんには聞かせられないから、今日お母さんが寝た後に三人で話そう。ごめん、今日はちょっと私も混乱してて、明日は仕事が忙しい予定だし、明後日でもいいかな。でも早く解決しないといけない問題じゃないの？来週までよく考えてくださいってお医者さんに言われたの。そっか、わかった。それじゃあ明後日の夜、鉄平にはそれまでお姉ちゃんの妊娠のこととか話さないようにしとくから。アイコに相談するまで本当に生きて心地しなかったけど、なんかちょっと安心した。いつもしっかりしてて頼れるの妹のアイコよね。こんなに頼りないお姉ちゃんをいつも助けてくれてありがとう。ううん、今まで気づいてあげられなくてごめんね。しっかり話し合おうね。お姉ちゃん、手術終わった？終わって麻酔が切れたところ、入院する前に費用の説明を受けたけど、手術と検査と入院の費用で全部で20万ちょっとだって。そっか、結構大金だね。アイコ、ごめんね。こんなこと言いたくないけど、やっぱり会社まで休んで手術して自分の子供を失って、私結構ショックで、手術の実費だけでいいって思ってたけど、私やっぱり慰謝料も請求したい。慰謝料？お腹の子は妹の夫と望まない子で、手術までした精神的苦痛の慰謝料請求するね。全部嘘なのに？え？何を言ってるの？アイコ、私のこと信じないの？そりゃ旦那のこと信じたい気持ちはわかるけど、加害者に加担するなんてひどすぎるわ。じゃあ病院教えて。今から行くよ。今日仕事でしょ？今月中に使わなきゃいけない有給が一日残ってたのよ。だから大丈夫。そもそも同意書は？手術の同意書ってパートナーのサインがいるんだよね。パートナーがわからない場合はしなくていいのよ。うちの旦那なんでしょ？え？あ、うん。そうよ。鉄平くんよ。もういいって。うっすら調べた知識で何とかしようとしたんだろうけど、こっちはしっかり調べてるの。調べてるって何よ。お姉ちゃん借金してるよね。督促状たくさん届いてるらしいじゃない。お母さんが日中に受け取ったらお姉ちゃん宛てのものは全部お姉ちゃんの部屋に置いてるから知らなかったけど、その借金返済のために私と鉄平を騙してお金取ろうとしたんでしょ。違うわよ。とにかく私はあんたの夫の子を妊娠したの。お姉ちゃんの言うこと信じないとか罰当たりよ。妊娠してないくせに。え？市販の妊娠検査薬の結果見せたでしょ？陽性だったでしょ？あれ、フリマアプリで買えるそうじゃない。お母さんが日中にお姉ちゃん宛ての荷物受け取ったの覚えてたよ。私が話し合おうって言った日に急いで買ったんだよね。私たちを騙すために。本当に妊娠してるってば！それじゃあちゃんとした医師の診断書を提出して。そんなのもらってないわよ！こっちはちゃんと医師の診断書あるけど。診断書？何のこと？そのベロベロに酔っ払って帰った日のことよ。家に帰るところまでは鉄平も覚えてたらしいけど、その後の記憶が曖昧すぎて翌日怖くなったんですって。もしかしたら急にアルコールに弱くなったとか、アレルギー反応とか体に何か起こってるのかもと思って、朝一で病院に行って尿検査と血液検査したらしいわ。え？検査したの？その結果、睡眠薬の成分が検出されたって、わけもわからなかったみたい。飲み会の時のことを同僚に聞いても、睡眠薬飲まされた様子なんかないし、お姉ちゃん、本当はあの日、鉄平に睡眠薬飲ませたよね。いわゆる低迷状態にしたよね。そんな証拠ないじゃん。お姉ちゃんが借金してる証拠と、ホストに貢いでる証拠と、貯金残高がゼロの証拠はあるけどね。なんでそんなに調べてるのよ。あんたはお姉ちゃんの言うことをはいはいって信じてればよかったのに。やっぱり嘘だったんだよね。妊娠も鉄平のことも。そうよ。鉄平くんのこと迎えに行ったのは本当だけど、その後はぐーすか寝てただけよ。記憶曖昧になったら何とでも丸め込めると思ったのに、まさか病院に行ってるなんて。いつもと寝起きの様子が違ったから怖くなったらしいわ。あの時もっとちゃんと睡眠薬の出所を調べればよかったって彼も反省してるけど、それ以前に人のことを騙してお金取ろうなんて、お姉ちゃん何考えてるの？ごめんってば。本当に困ってたのよ。でもバレたら仕方ないね。
アイコ、お金貸してよ。え？まだそんなこと言える立場だと思ってるの？だって、今月は推しの生誕祭があるから、とびっきりのボトル入れてあげなきゃでしょ？借金してまでホストに通うなんて、無意味だからやめなよ。そんなの私の勝手じゃない。どうせあんたたち、共働きで二人ともいいところに勤めてるんだから、ちょっとくらいお姉ちゃんに貢いでよ。仲良くしてあげてるんだから、せっかく同居も許してるわけだし。同居は解消するよ。は？お母さん見捨てるつもり？違うわ。同居を解消するのはお姉ちゃん。今日中に家から出てってください。何？どういうこと？お母さんにも全部話したから。お姉ちゃん、お父さんの遺産が入ってから帰りが遅くなったんだってね。仕事かと思ってたけど、ホストにお父さんの遺産使ってたなんて、お金の派手な使い方覚えちゃったんだよね。待ってよ、私の住むところどうしたらいいの？自分でアパートでも借りてください。私とお母さんと鉄平でこの家に住むから。この家は相続でお母さん名義になってるし、お姉ちゃんは追い出されても文句言えないの。嘘でしょ？ただでさえお金ないのに引っ越しなんてできるわけないじゃん。アイコ、謝ったでしょ？鉄平くんとのことはお金をもらったわけでもないし、許してくれてもいいじゃん。人のこと騙すような人と一緒に暮らせないから、お姉ちゃんはちゃんと外で一人で暮らして地味なお金の使い方を思い出した方がいいよ。ということで早く帰ってきて荷物まとめて出て行ってね。今日中に荷物まとめて出て行かなかったら、私の独断と偏見で荷物勝手にまとめて玄関前に置いとくから。嘘、ちょっと待ってよ。はい、こんなことになるなんて思ってなかったのよ。姉は家に帰ってきてからもずっと謝りながら出て行きたくないと懇願していましたが、鉄平以上に私と母が怒っているので問答無用で追い出しました。しばらく漫画喫茶などで寝泊まりしたそうですが、お金はたまらず出ていく一方で、今は借金が膨らみすぎてどこかの住み込みで働けるところに転職したらしいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。